稼働をご参考ください。亀太郎。おい、熊さん。あ、あったあった。多分滝入り口。わかりやすいね。あ、そこか。そこが地下道入り口。ここがみんな。そうね。地下道。地下道。おお、地下道疎開中。よく持ったね。そういうとこばっかり感心しちゃうよね。こんなだってさ、こんな地形のとこによ、これ作るの大変だよ。今日の話じゃないからね。何十年前だろう。そういうことよ。あ、これは足元注意よ。だからだから。観光客の皆さん、吹割れの滝の水際は大変滑りやすく危険です。歩道の白線やロープの外には絶対に出ないでください。はい。 Your attention please. 見えてきた。 It is very slippery and dangerous close to the Fukiware Falls. すごい綺麗じゃん。 Please do not cross the white line. うわー、浅瀬なんだね、結構。いろいろ見てるけど、足元注意だね、本当に。転がってったらもう永遠に転がってっちゃう、これ。うわ、でもすごい綺麗。なんか涼しい。涼しい。涼しいね。うわ、すっごい綺麗じゃん。わー。ここもすれ違い注意だね。本当だね。浅瀬で広いからさ、なんか越谷で見れない感じ、うん、でもこれ浅いったってこの流れは落ちたら危険だよ、うん、あ、そうだね、うん、流されてたよね、うん、なんかこの山肌というか岩肌というかがなんとも迫力がありますもん。橋、あっち行くと橋とかもあんだね。あそこ登っていくとあんのかな。あんのかね、うん、うわー、見て見て、すごい。あそこに落っこってっちゃうよ、みんな。水が、それが滝です。うわー、吸い込まれるよ。これだんだん川底が削れて穴になったらしいから。そっか。はい、吹割れの滝でございます。初めて。面白い地形だ ね、 ね、面白い地形が生んだこの景色だね、うん、足元もさ、これ岩なのね。そうよ。すごい水しぶきが気持ちいい。涼しげだし、マイナスイオン出まくり。あ、これ転んだら、うん、だらけね。足元注意ですよ。足元注意ですよ。ね、岩場だから運動靴で来てねって。うん、あ、そういうことね。確かにちょっとミュールとかだと不安ですね、この地面は。あ、この辺が般若岩とか言うんだっけ？なんか般若に見えるとかなんか。でも見えるよ。
顔になってる。あそこの人がだってうわーって叫んでる顔してる。あれ般若だよね。般若だ。明日行けるんだ、行ってみよう。あ、そっちの方まで続いてるんだ。うわー、これさ、ほんと手すりとかないけどさ、うん、ほんと注意ね。危険ですよ、これ。うん、千鳥足とかで来てごめんよって感じ。まだいけるよ。まだいける。まあ割と安心安全ゾーン。ここは割と普通のとこですけど。おお、でも迫力だね、本当なんか。なんかこれすごいな。すごいね。色もさ、なんとも言えない緑のような。青のような、グレーのような、うん、なんか本当、スーってなる、スーって。あれ、あ、まだあんじゃん。あっちの方で結構な。よし、展望台六角堂へ行ってみよう。展望しちゃう。あ、またこれは小道を行くんですね、こういうね、うん、今なんかぐるーっと一周してきて、多分また同じとこ戻るような気がしないでもないですが。でもこれさ、すごい爽やかだね、うん、今日ね、うん、暑いですけど、うん、風が爽やかです今日、うんうん、まあ、テクテク、平地テクテクにはない、うん、すがすがしさがあります。そう、今日はね、テクテク日和ですね。ね、あ、六角堂ってこれのことか。はい、これか、六角堂天文台。なんか、目的のものと違ったけど。あ、まあ六角形だからね。あ、でもこれはこれでいいね。なんかこの辺から見る景色もいいね、展望台。六角堂いいね。ここでなんかちょっとしたワークショップやりたい。ネギシェーカー作り、六角堂みんな来てくれるかも。おーおーおー、こっからすごい内容。すごいっす。自然の力はすごい。すごい。なんか伝説があんの？琉球伝説の吹き割れ？あ、そう。なんかあの割れ目が竜宮に繋がってたんでしょ？そうなの、うん、これ帰ってこれるかな。これ千と千尋のとかでさ、そこ行っちゃダメよってところをさ、行こうとしてないんだけど大丈夫。大丈夫大丈夫。名前とか取られちゃうな。なんか温泉宿みたいなところで働くんだよ。そしたら何、日光に近いから。そう、湯葉を食わされる。湯葉湯葉に湯葉を食わされる。そうだよ。
美味しそうじゃない。美味しそうじゃないか。あ、これさっきのとこだもんね。あ、そうか。で、今度あれでちょっと橋の方行ってみよう、うん、さっきは こっち行きましたが、うん、今回こっち上登ってみます。観音様に会えるかな。すごい絵になる景色。吊り橋なんだ。あ、もう橋じゃん、そこ橋だ。ここが、はい、浮島橋、ね、行ってみよう。あ、たっくん、リンゴ特産なんだね。え、リンゴだよね、これ柿かね。あ、リンゴっぽいね。リンゴっぽいよね。リンゴがのお店が結構あったけど、うん、リンゴととんかつとね。おお、やっぱり。うわー、気持ちいい。ちょっと怖い。この広さ、やっぱりあの滝目の前は迫力あるけど、なんかこの広さを見るのもいいね。豪華ね、空間。流れをバックに、がこれ動画です。こんな感じですよ。すごいですよ。今起動中。あ、え、ちょっとルーサー、ててきて。ルーサーが猿いたよ。お尻赤かったよ。あ、本当にいるんだね、猿。どうするの。猿に遭遇したらどうしたらいいの。うん、猿に遭遇したらどうしたらいいかな。無視。無視が、そうだよね、うん、変に怯えたりすると、そう、お互いになんかこうね、そう、あのやつらもこっちが怯えてんの分かるから。そうだよね。だからもうしかと、そうだね、しかとだね。何事も冷静に、うん、実際に猿ギャーって来たらギャーってなっちゃう。ギャー、お互いになっちゃう。あ、こっちにも橋がある。橋がある。ここが、ここがなんか観音様、なんかわかんないけど。あ、これは浮島観音。観音。あ、観音様。浮島観音さんね。中に入ってるかな。うん。順番が違ったかもしれない。あ、あれ、これどういう感じ。いや、それ叩くんでしょ。いい音。吹割れ橋。吹割れ橋。なんかどっちのを映した方がいいとかありますか。あ、これ撮れてるよね。あ、撮れてます。はい、大丈夫です。素敵なご夫婦に撮ってもらってます。ありがとうございます。あの、知らないと思うけど埼玉県で歌手なんです、私たち。あ、そうなんですか。ここ乗るから。あ、じゃあ見ていただきます。だいぶ先だけど、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごい嬉しい。
うわ、こっからもすごいな。そうなんです、スーってなる、スーってなる。ちょっとキャップのボタンを1個縮めよう、なんか飛ばされたら嫌だ。だからさ、空で綱渡りしようなんてやからは本当に頭がおかしいと思うよ、うん、無理だって。こんなしっかりしてるっていう橋を渡るのでさえこんなスースーしてるの。これ橋の一部か、どこまで続くんだこれ、どこまでも続く、どこまでも吹割れの道。あっちの橋だから関係ないんだ、ここ手作り、まあここまでだね、手作りふるさと賞、はあ、なんかあれじゃん、トラコンみたいなもん。これまだずっとどこまで行くの、まあこんなもんでいいか、かっくん、うん、戻りますか、うん、すごい満喫した、うん、いくらでもさゆっくりしてられんね、これ。それこそさ、なんかこう一日ぼーっと座ってるとかもいいね。そう、だからあそこの滝のとこにさ、うん、椅子でも持ってきてさ、うんうん、座ってさ、うん、一日飽きないよね。なんかそんな老後もいいよね。老後、うん、老後ったって割とそんな未来の話じゃないからね覚悟しといた方がいいよ。それね、風が気持ちいい、ほら響く、気持ちいい、風が気持ちいい。はい、戻ってきました。戻ってきたね。じゃあお昼にしましょうかね。お昼、うん、ポンポンポポポンポンポンポポポン、膨らむぞ膨らむぞ、もっともっともっと膨らむぞ、胸いっぱいに夢いっぱいに、ポンポンポポポン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 ポポポン、私の小さな胸破裂しちゃう。